チャンネル。こんにちは。なんか思うんですけど、はい、セパ考えると、はい、パリーグって結構場所をばらけてませんか。ね、あの日本ハムが、まあ、北海道行って、はい、で楽天がね、まあ、近鉄から楽天になって、はい、でそれがあの仙台行って、うん、でまああのホークスもね、もともとは大阪あったけど、はい、大ホークスだって福岡行って、はい、だからまあいわば上は北海道ね、南は九州まで、そうなんですよ、もう全国にね、パリーグはなりましたね、はい、マジきついっすマジきついっす。いやそうですよね。いや僕だから僕は日本ハムが東京ドームの時と、はい、そのまあ近鉄の時のその京セラ大阪ドームでオリックスの神戸の時もやってたけど、その時はそこまでしんどくなかったんですよ、うん、でしかもあの大阪に1週間いることとかもあったんで、はい、近鉄オリックスがつながると1週間大阪にいることもあったんで、はい、うん、でもまあきついっすよ。いやそうですよね。だって三馬投手ね、グレーで三馬投手で、はい、セリーグは移動が楽だよっていうなんかね、はい、言われたんですよね、ある球団からなんかコメントに、ね、コメントに載ってましたよね。そこそこ重要っていうそこストロングポイントなのっていう、はい、重要ですか。うん、でもだからパリーグが交流戦強いっていうのもあるんですよ。え、なんで移動慣れしてるからですか。いや楽なんですよ、セリーグの移動ってめちゃくちゃ楽なんですよ。特に僕ら、まあ、千葉東京じゃないですか、はい、でそうなると巨人ヤクルト横浜が自分の家から行けるんですよ、はいはい、近いんで、うん、でそれで名古屋もすぐじゃないですか、はい、で遠くても広島、はい、でも全部新幹線沿線だから、うん、飛行機に乗ることほぼないと思うんですよ。そうですね、広島だけちょっと離れてるだけであとはギュッてしてますもんね。なるじゃないですか、はい、だから移動がすごい楽なんですよ。だそういった面では、うん、その交流戦体力的に非常に楽だったっていうのはあるんですよね、はい、うんうん、でもパリーグになるともう北海道から九州まで、はい、もう横断しながら移動しながら、うん、でね西部も遠いしみたいな何気に、はい、確かにちょっと遠いですよね、はい、で札幌仙台は空港までも遠いんで、はい、まだ福岡は空港まで近いんで、はい、まだいいですけど、はい、札幌福岡空港まで遠いんで、うん、いやめちゃくちゃきついっすよ。いやそうなんですよ、仙台って意外と東京からは近いんですよ、はい、新幹線で1時間40分ぐらいなんですけど、はいはい、空港で行くとなると結構離れてますよね。1時間ジャックぐらいかかりますよね、仙台駅から空港まで結構あるんですけど、ね、仙台市にはないので、ね、はい、でさあの東海道新幹線はいいですよ、はい、うん、東北新幹線、はい、まあなかなか上辺できないですよね。あ、そうなんですよね、はい、結構混んでますよね。結構混んでんすよね。日曜日デーゲーム終わって帰ってくるときにちょうど皆さん帰るときと勝ち合って、うん、なかなか上辺もできないんで、その帰るのもきついですよね。はい、のぞみとか結構たくさん出てるんですけど、のぞみなんてもう山手線間隔で出てますよね。出てます、10分間隔で出てますよね。大阪ぐらい前だったね、はい、あの広島とか九州博多にね行くんだと若干もうちょっと待ちますけど、はい、それでもそんな大したことないですよね。はい、いやあのはやぶさ本当1時間に1本とかなので、はい、本当に大変ですね。きついですよね。でしかもそのよく考えてもらいたいのが、一番僕らがきついのは、はい、札幌福岡の移動ゲームです。こう行くん、はい、だから火水木、はい、札幌ドームで試合して、はい、金土日、うん、ヤフオクドームだともう本当にきついんですよ。へー、だから金曜日朝、はい、あの木曜日ないと終わってですよ、うん、金曜日の朝ね8時ぐらいホテル出発ですからね。うわ早いですね。で1時間かけて千歳空港まで行って、うん、10時ぐらいの飛行機に乗って、はい、で2時間ぐらいかけて行くわけですよ、うん、はい、博多うん、福岡津空港降りて、はい、でそのままヤフオクドームに入って、でヤフオクドームで昼ご飯食べたり、はい、そこで着替えたりしながら、うん、試合練習したりミーティングしたりして試合になって、うん、次の日ナイターで、うわーナイターで辛いって言いますよね。マジきついですよこの移動は。そうですね、もうだってナイターなのに朝8時ぐらいから起きてずっと動いてないといけないですもんね、はい、でそれがね1軍と2軍の違いでの話でも言ったじゃないですか、はい、まあ、見てない人は見てくださいね、はい、エコノミーとかで行くわけですよ、はい、うん、そうですね、はい、福岡から、はい、札幌福岡、うん、まあきついですよ。まさとさんはちょっといい方乗ってたんですもんね。 J クラスね、はい、あの1000円高くなるやつで、あ、1000円なんですか。 J クラス1000円なんですよ。そうなんだ、知らなかった。 JAL は JAL 優秀ですよ。はい、そうですね、はい、もっとなんか何万円単位で変わるのかと思ってました。いやいや全然全然、まあ、袴田さんクラスのねプライベートジェット乗ってる方はちょっとよくわかんないと思いますけど何情報ですかね、だから、はい、でもその中で、うん、パ・リーグロッテが一番移動楽だと思うんですよ、はい、ああ
まあ、確かに関東にあった方が楽ですよね。関東にあるし、で東京駅で言えば東京駅から、はい、まあ、東北新幹線、東海道新幹線、はい、両方も乗りますし、羽田空港あるし、で便いっぱい飛んでるし、うん、何気にでロッテの選手って何気に都内住んでるんで、はい、もしくは浦安とかその近辺住んでるんで、あの何気に近いんですよ移動が、はい、西部の選手もきついと思いますよ、そのメットライフが遠いっていうのもあるし、はい、都内住んでる人多いですよね。まあ、そうですね、だから1時間かけて通ってる人いますよね、そのメットライフドームまで、はい、だからそういった面でもきついし、だってメットライフのきついのは、うん、ゴールデンウィーク9連戦僕経験あるんですけど、はい、そのメットライフで3試合して、はい、あの移動して3試合が続くときに、はいはい、この移動は車で行っても羽田空港に飛行機の時間までに間に合うのか、はい、もしくは電車にした方がいいのかめっちゃ迷うんですよ。あ、どっちが早いんですか。でも混まないと車、うん、混んだら電車なんですよ。でも分かんないじゃないですか。分かんない。タクシーなんて言ったら半端ないですからね。ですね。だからそこもきついし、うん、どっかから福岡から移動ゲーム、はい、メットライフもきついんですよ。あ、確かに。朝日福岡で飛んできて、はい、で羽田に着いて、はい、1回家に車取りに帰って、はいはい、そっ帰りたい。うわー、めんどくさいですね。めちゃくちゃ西武の選手は結構きついと思いますね、うん、そうですね。でロッテの時はホームに帰るって時は羽田に着いたらどうするんですか。一回家帰る、それかもうあの空港に車止めてます。ああ、でそのままもう外に行っちゃう感じですか。そう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 。で一番最悪なのは、はい、新幹線で大阪行って、はい、もしくは新幹線で東北行って、はい、試合して、はい、飛行機で札幌とか九州まで行って、はい、そっから週末帰ってくる時ですよね、はい、で連戦続く時に、はい、車ないんですよ、はい、新幹線で行ってるから。あ、そっか。でそっから家帰ってからの車取って向かうときついです、はい、そういう時もタクシー乗るか、まあ、電車乗るしかないですよね。そう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 。へー、だからそれがめちゃくちゃきついんですよ。大変ですね。でね、新幹線あのばっかりだったんですけど、飛行機に乗るとね、うん、新幹線パッて行ってパッと乗りますけど、はい、飛行機はまあ1時間前ぐらいに着くように遅れたら困るから空港行って、はい、で一般の人が待って乗ってってなるんで、うんうん、そこのタイムロスもきついですよね。そうですね。だからメジャーはプライベートジェットなんで、でもプライベートジェットなんですけど、はい、その本当にチームがあのジャンボ機を持ってるチームって、はい、プライベートジェットなんですけど、はい、航空会社から借りてるらしいんですよね。へー。だからあの僕も WBC の経験ありますけど、はい、あの滑走路まで車で行って、はい、バスで、はい、飛行機の真下です、はい、飛行機の真下まで行って、はい、あのキンコンってなるやつあるじゃないですか、うん、あれを飛行機 の, あのテロップ階段があるところにあって、はい、それを通って、はい、そのまま乗っていくんですよ。へえ、そうなんだ。ロスタイム全くないんですよ。いいですね。全然飛ぶじゃないですか、はい、で一列一人みたいな、はい、わすごっ、横で回す横に出ますみたいな。へ、なんで、はい、そのストレスないんですけど、はい、まあ、民間機とかね、うん、使うんで、うん、そんなわけにいかないじゃないですか、はい、でまあね、いろんな荷物がなかなか積まないからって遅延したりする時もあるし、はい、あの飛行機があの来てないんで、はい、ちょっと遅れますっていう時もあるじゃないですか、うん、それは仕方ないとして、はい、そういうのもあると、うん、まあ、リズム崩れるし体調管理きついし、うん、ずっとこうやって飛行機で何時間も乗って着いて試合、なんか足がちょっと、いやー、なんかもうガチガチなりそうですね。だからあれめっちゃ、うん、あの吐きますよ。なんかあのなんていうんですか、メリキュットみたいな、エコノミー症候群ならないのを締めるやつとか、はい、やつとかを履いて飛行機に乗ったりとかしますし、はい、はい、いろいろ対策していかないと本当大変ですよね。パリーグはマジヤバいっすよ。そうです。まあでも本当、でもそう考えてメジャーって本当すごいですね。メジャーってだって国が広すぎるじゃないですか。でも僕プライベートジェットだったらまだいいです。西から東、はい、東から西に来るときは、はい、マイナス時間になるじゃないですか。はい、だからマイナス時間になるところときはちゃんと開けてくれてるらしいですよ。はい、そのなんか、はい、あの時差があるんで、うん、だから逆行するときは一日開けてくれたりするらしいし、はい、まあ、だから11時に飛んで。はい、飛んでホテル着いたら10時とかもあるらしいんですよ。時差で、はい、時差で、はい、だからなんか昔に来たみたいな、はい、そうなると時間食ったけど戻ってるからちょっとゆっくりできるねとかもあるし、はい、その時差も大変そうですね。あの豊さんのチャンネルで、はい、WBC の話は一旦したんですけど、はい、さらに深掘りして、はい、その話時差とかもね、はい、も今後語っていきたいと思いますけど、はい、でもね、移動は本当つらい。あともう一つ言いたいことある。この移動つらいのと同時に、はい、あの物価によって年俸変えてほしい。物価？どこの物価ですか？いや、東京物価高くないですか？ああ、まあそれはありますよね。
でもプロ野球の年俸って12球団一緒じゃないですか、はい、一緒です、基準は一緒です、ね、基準は、はい、だから最低年俸も一緒だし、はい、でも物価違うんですよ。でもそんなに日本国内でそんな違います？いやだって静岡で家建てるのと東京で家建てるの、まあ、家考えたらそうですね。どうですか？東京がもうめちゃくちゃ高いですね。家賃とか家賃全然違いますよ。全然違うじゃないですか、はい、だからめちゃくちゃ東京って物価高いじゃないですか、はい、それのに年俸一緒って、はい、そうたまんないですよね、東京は、まあ、そうです ね移動が長いってことはそういう物価の違いとかもあるわけじゃないですか、はい、その時に、うん、その物価の違いで年俸も若干変えてほしいですよね。移動って選手の皆さん大変じゃないですか、はい、ファンもついてってますから、パ・リーグのファンも大変ってことですね。毎試合来てくれてるんですかね。あの私は毎試合もちろん行かないですけど、もうひっついて行ってる人たちいるじゃないですか、遠征組、はいはい、あの人たちもやっぱりセ・リーグの人たちよりパ・リーグの方が大変ですね。お金もかかるしね。かかりますよ、ね、あ、そっか。ってことはものすごい追っかけファンの人たちからするとセ・リーグよりもパ・リーグの人の方がお金かかりますね。いや、めちゃくちゃかかると思うんですよ。ファンも大変なんですよ。そうですね、はい、じゃあどうしたらいいんですか。まあ、ファンサービスをね、はい、頑張っていただいて、選手の皆さんにはその恩恵みたいなものをお願いします、はい、いいんですか、それで締めて今のでいいですか今のでいいですか。もう袴田さん的には納得ですか。今のもう終わっていいんですけど、はい、今の締め方で納得ですか。佐藤さん締めてください、はい、ということで、はい、パ・リーグは辛いよっていうところで袴田さんがうまく締めれなかったんで、はい、僕もうまく締めれませんでした